赤備えを率いた自由兼備の武将井伊直政、その活躍ぶりに見るリーダーの在り方とは。皆さんこんにちは。今回の新設歴史チャンネルは井伊直政について紹介していこうと思います。徳川家康に仕えた家臣といえば、戦は強いものの愚直で地味なイメージがありますよね。そんな徳川家臣団の中にあって、ひときわ華やかで知恵を兼ね備えた武将がいました。それが徳川四天王の一人、井伊直政です。彼を代表するものといえば、やはり武田から受け継いだ赤備えではないでしょうか。直政が率いた真紅の軍団は戦場でも特に目を奪われたでしょうし、一糸乱れぬその統率ぶりはまさに徳川の先陣を預かるにふさわしいものでした。味方を鼓舞し敵を威風せしめた、そんな直政が持つリーダー像を紐解いていきたいと思います。大国の狭間にあった井伊家の受難、直政が生まれた井伊家は平安時代から続く黒人領主の家柄でした。遠江の国飯野屋を本拠とし、中世には浜名湖の東方一帯をその支配下に収めていたといいます。しかし1514年、死後千葉市に属して今川氏と戦った井伊直平は御嶽城を攻め落とされて今川氏への従属を余儀なくされました。それ以来今川氏の家臣として存続しますが、ここから井伊家の受難が始まるのです。1560年、今川義元に従って従軍した井伊直盛は予想もしない織田信長の攻撃によって桶狭間山で討ち取られ命を落としました。後を継いだ養子の直親もまた今川氏真から謀反の嫌疑をかけられて殺されてしまうのです。今川氏からすれば井伊の家という場所は松平元康の勢力圏に近く、戸様同然の井伊家をそこに置いておくことを危険視しました。そのため井伊家を潰すことをあの手この手で画策していたのです。直親が殺された時、弱視の虎松、後の井伊直政はまだ2歳という幼児でした。また不幸なことに直平をはじめ家中を支えていた重臣たちも次々に討ち死にを遂げ、井伊家は存亡の危機を迎えました。そこで苦肉の策として直親の許嫁だった次郎法師が減作し、女地頭として当主に収まったのです。この女性こそ井伊直虎でした。1569年に今川氏が滅び、井伊家家中で戦王を極めていた小野正嗣が処刑されたことで、井伊家はようやく危機から脱し、徳川家康の臣下となりました。その後、武田軍の侵攻に伴って井伊の矢を脱出し、一時的に浜松城へ落ち延びるものの、武田信玄の死去によって事態は好転したのです。直虎が当主だった時代は多くの苦難に見舞われますが、彼女はうまく家中の舵取りを果たし、直政へバトンタッチする役目を十分果たしたと言えるでしょう。家康の故障となり頭角を現す、ようやく井伊家に平和な時が訪れた頃、直虎は虎松を自らの養子にしています。時代の当主は虎松であることを内外に知らしめる意味があったのでしょう。そして直虎は周囲と相談した上で、虎松がいずれ身の立つように徳川氏へ仕える手立てを考えるのです。虎松の母ひよは夫直親が亡くなって以来ずっと未亡人だったわけですが、徳川家臣の松下清景のもとに母妻として入りました。そして虎松は松下家の養子となったのです。やがて1575年のこと、15歳になった虎松は召し出されて故障として家康に仕えるようになりました。義父の強い推薦があったものと思われます。また直万千代と改め井伊家の総領と領地の相続を認められたのです。直虎はじめ歴代当主たちが苦心して守ってきた井伊家を継いだ瞬間でした。そして翌年、万千代は初陣を迎えるのです。武田勝頼と戦った芝原の合戦において家康の陣所に潜入した敵の艦長を見事に討ち取ったのでした。家康はことのほか喜び、万千代を褒めたたえた上で加増したといいます。その後は家康のおそば近く使いつつ、戦いでも目覚ましい働きを見せ、1582年には22歳で元服を果たしました。そして名を直政と改めたのです。同年に起こった本能寺の変後の神君岩越では苦難の逃避行の中、最後まで家康を守り通しています。直政らしい逸話が残されていますね。伊賀越の途中、空腹に耐えかねた家康一行は休息がてら神社に備えてあった赤飯を拝借することにしました。家康はじめ家臣たちが食べる中、直政だけは手をつけようとしません。すると見かねた家康が、そなたはなぜ食べぬ、遠慮せず食べるがよいと言うと、直政は毅然として言い放ちました。ここで敵が襲ってくれば家康公をお守りするべく討ち死にする覚悟はできております。しかし腹の中から赤飯が出てくれば、こやつは空腹のあまり備え物に手を出したのだと笑われましょう。そのような恥をかくのはまっぴらごめんでございます。
そんな直政の言葉に皆は感心し、三河へ帰国すると家康から孔雀の尾羽で作った陣羽織を与えられたそうです。井伊の赤備え、家康らが無事に三河へたどり着いた後、新たな戦いが始まりました。それが北条上杉との三つどもえの争いとなった天正神武の乱でした。徳川軍は寡兵ながらも戦いを優勢に進めていき、やがて黒駒の戦いでは北条軍を圧倒します。そして有利な条件で和睦を取りまとめ、甲斐信濃の両国を手中にしたのです。この一連の戦いの背景には直政の活躍がありました。武田氏旧臣が多くいたこの地域で徳川の配下になるよう粘り強い交渉が行われていました。その取りまとめ役となったのが直政だったのです。領地を認めて身分を保証するという事業&情を発揮し、地元の武士や民衆を味方につけたことによって勝利へと導いたわけです。京都市にある井伊美術館ではこの時に直政が出した&情や和睦交渉の精子となった直政の自筆上書などが残されています。武田氏旧臣で徳川の配下となった者は800人に及びましたが、その多くが直政へ属することとなりました。また武田氏の兵法を引き継ぎ、かの山形正景が敵を威伏せしめたという赤備えを継承したのです。井伊の赤備えと呼ばれた真紅の軍団はその後あらゆる戦場を指揮していくのです。直政にとっても異例の出世を遂げていく過程の中で、井伊のや以来の家臣だけではどうしても数が足りません。盛況な武田氏旧臣たちが加わることにより、より強固な組織づくりが可能になったのではないでしょうか。また赤備えは敵を威伏させる効果のみならず、味方を鼓舞し自らの手柄をアピールできるパーソナルカラーでした。赤備えが敵陣へ向かって突撃していく様子はさぞかし目立ったことでしょう。直政自らが軍団の先頭となって突進するわけですから、まさに勇猛果敢な戦闘集団だったことがよくわかります。ちなみに同じ徳川四天王である本多忠勝は合戦続きだった生涯のうちで傷一つ負わなかったとされていますが、直政は常に生傷が絶えなかったそうです。自分の背中を見せることで部下を叱咤し、高い士気を保ったまま困難を突破するという直政のリーダー像は、過酷な戦場においてこそ組織の結束力を高めたと言えるでしょう。また直政は自らに対してだけでなく部下に対しても常に厳しい態度で接したといいます。海戦山戦の部下たちを一糸乱れることなく統率するためには厳しい規律こそが重要だと考えていたのでしょう。直政は気性が荒かったという説もありますが、組織を優先するからこそ厳しい態度で臨んだはずなのです。まさに体育会系リーダーと呼ぶにふさわしい存在でした。優れた外交交渉力で関ヶ原を勝利へ導く直政を買っていたのは家康ばかりではありません。豊臣秀吉が挙行した聚楽大行幸の際には、徳川重臣の中でただ一人直政のみを殿上人として昇殿を許し、豊臣姓すら耐えたといいます。もしかすると石川数正のように豊臣家に取り込みたいという秀吉の思惑があったのではないでしょうか。しかしひたすら家康に忠義を尽くす直政には一切そのような隙はありませんでした。着実に家康の信頼を勝ち取っていった直政は、やがて押しも押されぬ筆頭重臣としての地位を確立していきます。1590年、家康の関東移封に伴って神津家の国美濃は12万石を拝領し、最大の譜代大名となりました。また美濃和から高崎城下へ町屋で社を移し、新たな城下町を築くことになります。領民のために人生を施し、商業都市高崎を繁栄させる礎を築いたのでした。合戦における強さのみならず、内政においてもその才能を発揮した直政でしたが、彼には交渉力という強みもありました。武田氏旧臣の懐柔や和睦交渉だけでなく、外交についても優れた能力を有していたのです。自らや部下に対しては厳しく律した直政ですが、外部の人間に対しては大変温厚だったそうです。また彼を悪く言う者は誰一人いなかったとも、口数が少なくどちらかといえば寡黙だったそうですが、穏やかで温かみのある魅力は人を引きつけるには十分でした。いわば人から信頼される要素を直政は生まれつき持っていたのかもしれません。秀吉が死去した直後から動き始めた直政は、まず黒田助水長政府氏と霊約を結んで味方に引き入れました。また黒田家を通じて多くの大名が新徳川へ鞍替えしたといいます。さらに関ヶ原の戦い前夜、直政は東軍の軍官として任命されました。去就不明な諸大名を味方につける役回りが期待されたのです。この時西軍から東軍へ寝返らせた諸将は数知れず、竹中重門、
京極高次、相良頼房など多くの者が直政を信頼して味方につきました。直政殿の言葉は家康殿の言葉同然、十分に信頼できる。多くの諸大名がそう思ったはずです。特に京極高次などは大津城で西軍の主力部隊を足止めし、戦場へ向かわせなかったほどの功績を挙げています。そういった意味では味方に引き入れた直政こそ第一の勲功と言っても過言ではないわけです。関ヶ原とその後、関ヶ原の戦場においても直政は活躍しています。戦いの終盤には島津豊久を討ち取り、逃げる島津勢をほぼ一気かけで追撃するほどの勇猛さを見せました。この際銃弾を足に受けて重傷を負っています。一方直政は重曹による後遺症に苦しみながらも戦後処理に奔走しています。西軍総大将格の毛利輝元との和睦交渉に臨み、紆余曲折の上膨張2カ国の存続が認められた輝元は直政に対して大変感謝したと言われてますね。また仲が良かった長宗我部盛親に対して謝罪の仲介をしており、一時は所領替えのみの処罰で済んでいたとも。さらに真田信行の懇願を受けて正行信繁不死の除名に尽力したのも直政でした。このように外交力や調整能力を遺憾なく発揮し、戦後処理と徳川体制の基礎固めを急速に成し遂げていったわけです。自らの得にならないものの他人のために尽くせる人柄だったからこそ、家康はじめ多くの人々から信頼されていたのでしょう。戦後の論功行賞で直政は沢山18万石を与えられ、西国を抑える立場を担いました。その直後から彦根城築城に取り掛かり、石田三成の居城だった沢山城は廃城となります。通説では西軍の総帥だった石田三成の痕跡を消すために沢山城を破壊したとされていますが、実際はそうではありません。かつての高崎城移転と同様に、直政にとって領国を富ませることは宿願と言えるものでした。琵琶湖に近く東山道が通る要所に新しい城を築き、城下町を発展させることが目的だったのです。また戦国時代が終わったことによって堅固な城はさほど必要ではありませんし、ましてや山城など無用の長物なのです。しかし平地に城を築くためには大量の建材が必要ですし、石垣に用いる石材も欠かせません。そこで付近にあった八幡山城や沢山城、長浜城などから材料を排出し、築城材として流用されたのです。かつては総石垣作りだった沢山城で石垣がほとんど見られないのはこのためですね。三成が憎かったわけではなく、たまたま現在用の材料がたくさんあったから使わせてもらったということになります。しかし井伊直政は彦根城の完成を見ることなく42歳の生涯を閉じました。関ヶ原で受けた重傷が原因となり、破傷風もしくは鉛中毒ではないかとされていますね。やがて井伊の赤備えは次男直孝へと継承されていくのです。まとめ、井伊家が辿ってきた苦難の歴史を終わらせたのは直政でした。徳川四天王の中で誰よりも即死感しながら、最終的には徳川譜代の代表格の地位にまで上り詰めたわけです。まさに成り上がり人生と呼んでも差し支えない気もしますね。しかし直政の地位を押し上げたのは運だけではありません。先頭に立って引っ張っていくという強いリーダーシップと、誰からも信頼される温厚な人柄があってこそのもの。この2つの能力は天が直政に与えた二物だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。これからも歴史の背景や深いエピソードをもっと多くの方にお伝えしたいと考えています。もし今回の動画が気に入っていただけたら、ぜひともチャンネル登録をお願いします。次回も興味深い歴史エピソードをお届けいたしますので、お楽しみに。